はい、皆さんこんばんは。こんばんは。水曜日夕方7時を回りました。ヒッティングチャンスの時間です。今日は数えて330試合目です。今日のお客様、皆さんはお揃いのブルーの T シャツ、どちらのチームですか？浜川キッズです。はい、浜川キッズの皆さんにお越しいただきました。9人揃っていただきました。防犯協会の大会で見事初優勝、はい、おめでとうございます。初優勝までの道のりをいろいろと聞かせてくださいね。はい、はい、大丈夫か、はい、緊張してる？もう優勝して終わったから次は県大会行くぞと思ってる？また揃うの？揃って合図したみたいにサインが出たのか今コーチから、うん、席しなさいって。ちょうど最近喉が枯れます。歌いすぎ？いいよ。最近風邪気味ですね。あ、風邪気味ですか。それでダンパチャー行く暇もない。そういうことですね。わかりました。はい、今日はじゃあ浜川キッズの皆さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社や富装工業、エナジックグループ、京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事チムワザグループ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、沖縄タイムス沖縄支社単調販売展開様の、以上各社の提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。こんばんは。浜川キッズの皆さんとヒッティングチャンス、今夜はお送りしていきます。ではキャプテンからお一人ずつ自己紹介お願いします。どうぞ。浜川キッズキャプテンの具志堅ひろかです。ポジションはショートです。はい、ピッチャーの大城優斗です。はい、ファーストの比嘉英里です。はい、レフトの泉清隆です。はい、センターの稲峰陸です。はい、セカンドの野葉俊介です。はい、レフトの根間優斗です。はい、
レフトの宮城健吾です。はい、ライトの諸見里誠也です。はい、自分の名前そんなのおかしいか。はぁ、あ、健吾くんが笑わせたわけ君は。そうか、オッケー、わかりました。じゃあせっかくだから誠也くんもう一回お願いします。ライトの諸見里誠也です。はい、わかりました、ありがとう。ね、エリコン、はい、もう少し右に寄ってくるか。はい、ありがとう。さあ、以上9人、みんな6年生。はい、お、6年生これで全員。はい、5年生は何人いるの。9名です。6年生も、あ、5年生も9人。はい、で試合したらどっちが強い。6年生です。全勝。はい、たまに負ける。たまに、いや、負けるだろ。たまに同点じゃん。負けないだろ。じゃあ同点引き分けじゃん。最後はあれか、だいやすぐ叩くよとか言ってる。いや、負けそうなったら。いや、負けません。あ、負けません。かっこいい。ゆうとくん、ゆうとくん、はい、かっこいいこと言ってるけど髪がボサボサだから今一つだな。はい、頼むぜ。はい、切ってきます。そうだよな、普通ラジオに出るって言ったら髪切ってこないか。チクの、はい、チクの、うん、チクの、あ、そうだったら切ったら鼻水が出てる。はい、じゃあキャプテン、はい、初優勝本当におめでとうございました。ありがとうございます。優勝の瞬間はどうでしたか。とても嬉しかったです。とても嬉しかった、はいはい、最後はどんな音を取ったの。ファールチップをキャッチャーが取ってから三振で終わりました。キャッチャーはどなた。ギマ新之助の5年生です。キャッチャーは5年生、はい、あ、そうか。ピッチャーその時誰だったの。僕です。大城優斗君、僕です。間違いない、はい、はい。どんなコースの球投げた。アウトコース低めです。アウトロー投げて空振り三振。ちょっとボール球でした。ちょっとボール球、はい、バッターが振って、はい、キャッチャーが取って、はい、試合終了、はい、いいね。でマウンドでどうした。やりました。何やった。あ、喜びました。あ、喜びました。あ、喜びました、はい。では隣のエイリ君、はい、寝てただろう今。あ、メガネかけてるから寝てるの気がつかないと思ってないか。思っていません。思っていません。いつもこんな静かなタイプ。はい、お、勉強できるタイプ。はい、9人中2人メガネですけど、そのメガネはあれ、勉強のやりすぎ、ゲームのやりすぎ。本当は3人。どちらかといえば後者です。どちらかといえば何、校舎ですという言い方もまたかっこいいな。本当に6年生、はい、校舎って何で分からんだろ。分からないよ普通、勉強しないと。校舎ってあの学校にあるだろう。そう、学校の校舎ですか。そう、当然さ。何、校舎、学校。もう今さ、ラジオで聞いてる人がこいつは大丈夫か、本当に6年生かって言うと思われてるよ。前者と校舎、前と後ろ。前に行ったのが勉強のしすぎ、後に行ったのがゲームのしすぎ、どちらかといえば後の校舎ですねって言ったわけさ。彼は意味わかりました。意味よかった、はい、あ、よかった。そういうことね、ということね、はい。でもう一人メガネの俊介くん、はい、あなたはどっち。あ、ブルーライトです。なんでブルーライトって。あ、校舎です。なんで校舎って。ゲームのやりすぎです。ゲームのやりすぎて、いえ、ブルーライトっていうか何かなと思ったやん。スマホから発せられる光ですか。何、ブルーライトがゲームのやりすぎなわけ。ブルーライトっていうゲームがあるの。違います、あの、テレビから。テレビから何、発せられる光のことです。あ、それが何、目にあんまりよろしくないわけ。はい、そうか。僕も最近聞いたけどさ、このブルーライトを絞ればそんなに影響ないという話もあるけど、やってないか。お家帰ってからパソコンをさ、ちょっと触ってごらん、うん、できるかもよ。ブルーを絞ったら画面ちょっと黄色っぽくなるはずだけど、うん、まずやってごらん、はい、うん、ゲームやれってことじゃないよ、はい、うん、ちょ、画面の色をなんか3色あるはずだから、その3色のうちのブルーをちょっと絞ったら良くなるかもしれない。ほほー、さすが君よりは40年ぐらい長く生きてるからな。もっとだな、ああ、勉強してるよ少しは。
あ、なんかその目は本当かよこのおっさんが言うことはと思ってたろ。あ、このおっさん口から出まかせてるなと思ってたろ。イエッ。はい、だ話は戻って、あ、エリ君のメガネから話がそれたんだよな。はい、はい、エリ君、はい、今大会1回戦はどことでしたか。ミサトオリオンズです。はい、お隣の清高君、はい、スコアは10-2です。10-2。はい、リク君、はい、2回戦の相手はあまりカンニングするな。何だったっけ。ビトドラゴンズです。あ、そうか。俊介君、はい、はい、スコアは2-0です。2-0。はい、ゆうと君、はい、3回戦準々決勝の相手はどっち。宮里カープです。あ、俺もゆうとって言った。両方言う。あ、ゆうと2人いるんだ、ごめん。失礼しました。大城ゆうと君、ネマゆうと君、チームライドはどんな人言ってるの。ネマ、大城苗字です。あ、そうですか。ネマユとか言ってない、はい、ネマユとか言ってない、はい、そうですか。じゃあ今日からネマユするか。はい、はい、ディーバ。大城ユウと、はい、ネマユウと、はい、ごめんね、二人ユウとかいたんだ、すごいな。じゃあネマユ、はい、はい、だ、何だった。3回戦準々決勝の相手は宮里カープです。宮里カープ、宮城健吾君、はい、かっこいい名前だな。言われる、みんなに。かっこいい、かっこいい名前だなって言われるか。今言われた。はい、ああ、そうか。じゃあ明日から背中にさ、名前がかっこいい宮城健吾って書いてあるけどな。いいえ。いいえ、そうか。じゃあ健吾君、はい、宮里カープとのスコアは5-0です。5-0。はい、お隣諸見里誠也君、はい、はい、誠也君、はい、はい、ヘアスタイルが決まってるっていつも言われる。たまに言われます。たまに言われる。夜眠るときも帽子かぶってる。いいえ。あ、帽子かぶらんのにこのヘアスタイルができるわけ。はい。ポマード使ってる。何ですかそれ。知らんば、はい、ポマード、はい、セットするやつ。あ、ワックスなら分かります。ワックスは車に塗れ。はい、頭の髪の毛塗ってどうする、はい、あ、ワックスっていうの今、髪の毛塗るのも、はいはい、そうか。方言でやったらすごいあんだな、しれーって言われて、はい、話は戻って、せいやくん、はい、どこまで行ったか。ヨギファイターズとのスコアは4-2です。君に聞いてるんだよ。4-2です。大丈夫か。はい、どっちが4。僕たちです。ああ、そうか、間違いない、はい、はい、じゃあ戻ってきて、キャプテン広川くん、はい、決勝戦の相手はヤゴンタイガースです。ヤゴンタイガース、大城優斗君、はい、はい、準備してた、はい、はい、お母さんの名前は大城由美です。おい、釣られんかったな、はい、1対6ですとかって言わんかなと思った。はい、じゃあ決勝戦のスコアは6-1です。よし、わかりました。君が完投したわけ、優斗君。はい、完投したの。はい、かっこいいさ。普通です。普通です。クイサーって言われて、そうですねぐらい言ったら普通ですって。もう普通じゃねえだろ。はい、相当頑張ったんだろ。おい、あー、びっくりした。清高くん、はい、いきなり入ってくるな。合図してから入ってこい。すいません、びっくりしたな、お前。あー、まあ、ブヤもブヤ打ってくるよって言われたもん。びっくりした。何の話したか、してたか。あ、ゆうとくん、はい、何、君が先発完投した、はい、はい、ご苦労さん。6点どんな人取った。ひろかくんがまずホームラン打って1点取って、ひろかくんがホームラン打った、はい、うわ、そしてまた1点取り返されて7回表で、ひろかがまたスリーラン打って、おお、それでピッチャーが入らなくなって、うん、フォアボールとか積み重ねて、うん、あと2点取って6-1で最終回抑えました。そういうことは何か。6回まで1-1だったわけ。はい、はい、で7回の表にひろか君がスリーラン打ちました。スリーラン、はい、この試合2本目、はい、連続エラーっぽかったんです。で当たりは良かったです。エラーニングホームランというやつか。何それ。ちょっとライトがファインプレーし落として、うんうん、あ、飛び込んだけど届かなかった。で君は走りながらオッケーよっしゃーと思った。場所はどこか、パヤオか。いえ、どこ。
小田新金です。あ、野球上手だったんだ、はい、ごめん失礼しました。あしさんも手振りながら、あのお父さんお母さんに手振りながらダイヤモンド一周した？いえ、小沢心筋球場でだったら2週ぐらいできた？できませんでした。本当に？はい、残念。もう1周すればもう1点入りよったのに。そうなんですか。おさ、いろいろ勉強せや3人だろ、3人がもう1周したら6点だよ満塁をもらったら一気に8点だぜマジっすよ。3回回れるぐらいホームラン打てだったら場外打って5周回ったら20点取る。場外はね1周であれだけど次は2周目狙いよ。はい、な、うん、いいよったよ。狙いよ、そのベンチに帰るなよ。はい、ホームベース踏んでその1塁に行くんだよ。はい、うん、ホームベースはあの他のベースと比べたら滑りやすいから気をつけてよ。はい、はい、6対1で勝ったわけですね。でも最終回はもうじゃあもう大丈夫だ、これで勝ったぜっていう感じだった？応援団が、応援団が、君たちはまだちょっと心配だった？はい、ユートがどっかであのポカするんじゃないかとかって心配だった？大城ユートが、大城ユートだけど俺安定してました。安定してました、かっこいいわ。はい、時々わけのわからん言葉、かっこいい言葉使うけど時々また1年目はちょっと荒れてましたけど、うん、3回戦と決勝戦はちょっと良かったです、うん、ね、やっぱり君のさあの面白い癖で、うん、まあ、決勝戦の話してるのに1回戦の話誰も聞いてない、はい、うん、自分のいいところだけ話したからとってもいい癖、えかっこいい、結婚したらさ、奥さんにさ何食べたいかって聞かれたら過去に食べた美味しかった話ばっかりずっとしてからさ、奥さんがあと眠ってるはず帰ってきて食べればって気をつけろよ。ああ、はい、大丈夫か。鼻ピーピーも治せよ。え、治りそうか。いや、髪切ってきたら治るんじゃないか毛穴から出てくる、毛穴から鼻水治らないと思います。そうか稲峰陸は、はい、結構冷たいことを平気で言うタイプ？はい。ああ、そうかいつもみんなにそんなにリック君、はい、誰に小指噛まれた？噛まれてません。何した？怪我しました。どんなして？どんなしてだっけはい、広川とぶつかりました。あ、じゃない？で、広川どこ怪我した？どこも怪我してない。狙ってた？狙ってない。リックの小指怪我させてやろうとかって狙ってた？俺がぶつかりに行ってしまいましたぶつかりに行って自分が怪我したわけな。フライで、うん、あのぶつかってしまいました。狙ってた？狙ってませんでした、うん、ちょっと膝をあの桃に当ててやろうとかって考えてた？いえ、うん、でフライは誰が取った？どなたの？俺が取ったよ。大丈夫か？はい。ああ、だったらまだいいさ。フライも取れない、怪我もしたって言ったらもう笑い話だぜ。はい。でなんか大げさに張ってるの、それとも、はい、本当に痛いの？本当に痛いです。いつ頃の話？去年の話？いえ、わかりません。だからもしかしてなんか彼女にモテようと思ってから、女の子にモテようと思ってからテープ巻いてないか？いえ、それもある、ちょっとある。いえ、ないです。ない？本当に？はい。本当か？むしろない方がいいです。むしろない方がいいです。またわけのわからんこと言ってたな。で、本当にいつやったわけ？2週間前ぐらい。大会の前？金曜日だったんじゃん。嘘、マジ？嘘つく。お前全然記憶力危ないやつだな。わかりません。わかりませんでした。そうか、時々は寝ぼけてないか？今日もお前寝坊したの？みんなに言われたら。稲峰陸くん、はい、はい、先生の名前は？担任の先生の名前は？中間隆之先生です。間違いないか？はい、はい、6年何組？6年3組です。6年3組、みんな浜川小学校？はい、6年1組の人？はい、はい、2人2組？はい、2人3組？はい、うわ5人？はい、4組？ありません。ありません。何組まである？3組です。あ、3組まで。あ、でも5年は4組。そうか、6年3組から5人もいるわけ？はい、
はい、この仲間先生、高幸先生もうるさくて大変だろうな。あなた方サッカー部がいます。あ、サッカー部がもっとうるさい。はい。あ、そうか。6年1組。はい、はい、清高くんとエリくん、はい、犯人の名前はこちひらこぜい先生です。こぜい先生、はい、こぜい先生はおいくつですか？おいくつだと思いますか？35歳ぐらいですかね。わかりません。ちょっともっとあの女性を見る目を養わんといかんな。はい、6年2組、はい、6年2組は大城優斗と健吾、はい、はい、担任の先生の名前は米須清弘先生です。米須清弘先生、はい、男の先生、はい、はい、マッチョマンか？いえ、ちょっとムキムキっぽいけど毛が多いです。何が多い？毛が腕毛が多いです。何が多い？腕毛です。何毛？腕毛です。腕毛あ、もう、あ、腕毛ってこっちのこと？肘から先。いつもね、眉がこっちねじねじして。あ、足毛も多いです。ね、あれか、なんだった、ガジャンが入ったらガジャンが出られなくなるタイプ？はい、はい、それ以上です。それ以上ジャングル。そうか、もう何、ここに入った虫はもう出られない。はい、そうか、そんな先生なんだ。めっちゃ怖っ。触ったら気持ちいいですよ。気持ちいい、ふわふわしてる。でも、まあ、いつも触ってる。ふわふわふわってクッションみたいか。で、こんなってったら気持ちいいです。ああ、そうか。米先生はめっちゃ怖がりです。あ、米先生はおいくつですか？今年40になります。今年40なの、詳しいね。お誕生日はいつって？12月です。12月、そこまで聞いた、はい、何日？なかなか聞くな。そこから先は分からん、はい、じゃあ12月が来たらお誕生日プレゼント準備する？6年2組全員で準備したいと思います。ね、準備して、何だった、準備して宿題なしを狙いたいと思います。ね、狙え、狙ってけ。もう6年生3、あ、12月たら残り3ヶ月だろ。はい、もうだいたいさ、何だった、あの気配薬、あ、逆か、はい、ね、毛が取れる薬を買いたいと思います。脱毛クリームみたいな叱られるな、ガムテープ先生にな。髪に塗ってガムテープが必要、はい、うん、ガムテープは痛いだろうあれ。罰ゲームじゃないか、はい、クリスマス大会のさ、罰ゲームで先生が何かミスしたらガムテープ貼ってから、はい、みんなで 1,2 の3って言ったら先生も我慢するはずだけど 1,2 ってすぐ剥がして、うわーって本当に実演します。やってよ。で、終わりに、はい、あの聞かせてよ、先生どんなだったって。はいな、はい、はい、じゃあここで一曲聴いてください。先週映画見てきたんですよ。何だったかな、浪江雑貨店の奇跡という映画見てきました。知ってる？はい、本が、本が家にあるないです。あらちょっと図書館で見ました。なんで？あの、あ、本屋さんにありました。ああ、そうか。何だったかな、唐の敬語か、書いた人は、はい、あ、なんかあのね、タイムスリップしていろんなお話がつながっていくという映画なんですけどね、その映画の主題歌で、山下達郎のリボーンという歌を聴いてください。どうぞ。
はい、山下達郎でリボン聴いていただきました、映画の中でもこの歌別の人が歌ったり、ハーモニカで歌ったりして非常に重要な役目を果たしている映画です。タイムスリップって知ってる？はい、はい、はい、ドラえもんがやろ。あ、ドラえもんタイムマシンか、いろんなところに行ってしまうような、でその青年3人が隠れた小屋に行くと20年前の手紙が入ってくるというような映画だったんですけどね、非常に面白い映画でした、はい、で皆さんにメッセージが届いています。どこかから来た人さんからです。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。次はファーストの兄弟日賀エリの兄弟、わかりません。優勝おめでとうございます。次の大会も頑張れ。エイリー寝るなよ。ちゃんと起きてるよな。はい、次はですね、いきなり3つもメッセージが届きました。次はファーストのファミリーから。優勝おめでとうございます。ラジオのせいでご飯が作られてません。次の大会も頑張れ。ということで、エイリー、夕飯なし。あ、びっくりしてる。しょうないさ、君がラジオに出てそのラジオを聞くためにご飯作ってないって。嬉しいのか。嬉しいのか。もう眠るか今日は。早寝して。喋れない。いや本当半分寝てないか。大丈夫です。大丈夫ですか。本当ですか。はい、エイリー。お家で何エイリーって呼ばれてるわけ。はい、あ、かっこいいな、なんか外人みたいな。うん、エイリーって呼ばれてる。はい、エイリーってどんな字書くの。栄えるっていう感じに、琉球の竜です。あ、栄えるに琉球の竜、栄光の琉球、かっこいい名前だな。で、エイリー。はい、そうですか、わかりました。ひろかくん、はい、だご自分の名前漢字で説明できるか聞いてみよう。どんな字書きますか、ひろかくん。ひろしって書いて、うん、かこれなんて読む、かってやったら、まあ、あのね、6年生、まあ、もう説明できないとか大体半分はいるからさ、あれだけど、ひろしって書いてって、ひろしって字もまたたくさんあるんだよな。うん、漢字の部首って習った、人弁とか三髄とか習った。うん、あんな感じで弓辺のひろという字に人弁に土二つのケイと書いてヒロカと読みますとかって言ったらかっこいいな。勉強しとけよ。はい、ゆうとくん、大城ゆうとくん、はい、説明してください。大きいに、うん、いいよ、大城はみんなわかるから。ゆうとを説明してください。勇ましい。勇ましいに人です。勇気ある人、いいですか。はい、わかりました。えいりくんは済んだから、清高くん、はい、はい、あなたはと三髄、三髄、三髄、三髄に、うん、と青、青、うん、青って書いて、うん、清高の高です。座布団一枚って言えるか。清高の高ですわ、面白いやつは。分かるわけね。三髄、三髄ね、青ね、鷹の花の鷹とかさ、もうどうしようもないときは、この名前の有名人をどっかから探してくる。貴族。貴族、そうそうそう、かっこいい、いいね。有名人。貴族か、君は。はい。はい、いいですね。はい、じゃあ次は、陸くん。はい。はい、どうぞ。里に。はい、里に。王辺に、うん、久しいって。いいね。ちゃんと説明できたね。はい。今、ラジオの向こうの人も、あ、そうかって分かったんじゃないか。では、俊介くん。はい。はい、どうぞ。サッカー選手の中村俊輔っていう選手の俊輔って漢字と同じです、うん、いいね、うまいこと逃げたね。中村俊輔、今チームどこか。岩手なんちゃら。じゃあ、あれじゃん、こう、はい、移籍したんじゃん。だからそれが岩手だったはず。どこから行ったん。岩田 か, 川崎か、ね、横浜から。茅ヶ崎フロンターレ、うん、ジュビロ岩田。あ、岩、岩手、岩手じゃねえだろ。
うん、ジュビロ岩田かよくわからん、はい、ゆうとくんねまゆ、はいはい、あなたはゆうとのゆうはわからないけど、わからないけどゆうとのとうは中田翔の翔です、うん、まあ点数つけようとしたら10点だなねまゆ、ゆうとのゆう悲しいなゆうねまゆ、そうかゆうゆうのゆうと羽ばたくわいいか、はい、覚えて次からちゃんと説明できるようになっとけよ、はい、健吾、はい、どうぞ。志村健の健に豪族の豪です。待って、志村健はひらがなじゃないか。健、志村袋健の健と豪族の豪です。ますますわ、健康の健です。はい、豪は豪族の豪です。豪族の豪、何年前なんですか。志村健の健って言ったからさ、君どうぞもう、あ、いいんやってちょうだい。あい面白くないや。もう一度お願いします。はい、あいんやってちょうだい、ね。いいよもう。よし、宮城健吾くん起立。はい。変なおじさんを一押し歌ってください。変なおじさん。変なおじさん。待って、そうだよ、踊りもやらんか。変なおじさんだから変なおじさん。よし、OK、はい、宮城健吾君、はい、覚えとけよ、はい、こんなことやるときは恥ずかしいのは置いといてやろう、はい、いいか、恥ずかしいと思ったら何もできないよ、はい、いいですか、はい、はい、諸見里聖也君、はい、はい、聖也を説明してください。聖って漢字は耳って書いて口って書いて王様の王です、はい、で矢って漢字は、はい、ひらがなの聖みたいな感じで。わかりました。形から入ったわけね、あなたの前はね。はい、はい、そうか、形から入ったのか。面白い。耳って書いて口って書いて王様の王って書いてやーはひらがなのせいみたいな感じ、はい、いいでしょう、はい、まあわかりやすかった、はい、いいのかということで、はい、みんなあれだな、もう少しあのビシッと自分のお名前をさ、ちゃんとお父さんお母さんからどんな気持ちでつけたのって聞いてから、おいおいおいねまゆ、はい、お前 C 級が入るぐらいの大きな口開けてあくびしたな今な。ねまゆ、あ、今までさ2300人こっち来てさ、泣いたやつとか吐いたやつとか言ったけど、ボールが入るぐらいあくびしたのは君が初めてや。泣いたやついるよ、僕がいじめたから、ああ、リー君みたいにいじめられてからさ、もう泣くわけよ、もう、うん、吐いてもう気分が悪くなって、俺泣いてません。笑ってですか？ああ、で、あくびをしたゆうとくん、はい、はい、あくびをしたゆうとくん、はい、リラックスできましたか？はい。試合でもあくびする？いいえ。ああ、してる？たまにします。たまにシリアスベンチでやってるか、後ろ向いて、はい、そうか、監督の前ではやるなよ。はい、なあ、監督に隠れてからやるよなあ、大丈夫か。はい、はい、オッケー。じゃあここで、スポンサーからのお知らせを聞いてください、お願いします。
はい、今夜のヒッティングチャンス330試合目は浜川キッズの皆さんと一緒にお送りしています。はい、コマーシャルの間に新しいメッセージが届きました。具志堅ファミリーさんから、浜川キッズ優勝おめでとう、次の大会も元気いっぱい頑張ってね。ありがとうございます。ひろかのファミリーか、はい、あーいいっすね。で、何、諸見里聖也くん、はい、聖也くん、はい、だ、あ、妹の名前なんていうの。あやねです。あやねちゃん、で、だ、どこ行った弟は。下にいると思います。弟の名前は。ソータです。ソータくん何歳。4歳です。4歳。ソータくんは君のことなんて呼んでる。セイヤーって呼んでます。同級生か。うわ。あやねちゃんは君のことなんて呼んでる。まだ呼べません。まだですか。今からちゃんと教えとけよ。はい。お兄様って呼びなさいって。はい。おい、ソータくん、ソータくん野球してる。眠い。なあ。口悪い。教えてるか野球。いえ、一人でやってます。ああ、そうか。すごいさ。何、このソータくんとあやねちゃんとお母さん、お母さんの名前は。かおりです。かおりですって。だからやっぱり同級生か。お前がこんな人呼ぶから弟も君のことを呼び捨てにするんじゃないか。お母さんです。お母さん、お母さん、かおり、お母さん。はい。この3人が着ている白黒ストライプの T シャツ、君も持ってる。持ってません。あれ、これ諸見里ファミリーのユニフォームじゃないのか。はい。あ、3人は持ってます。君とお父さんは。あ、お父さんは持ってます。お父さん持ってる。はい。君だけ。はい。持ってないの。はい。辛いな、買ってもらえ。おばあちゃんは。はい、でも俺おしゃれしません。いいよ、つけて眠れじゃ。はい。ねえ、いや、外歩かなくていいからつけて眠れ。はい。ねえ、お家で5人並んで写真撮ってよ。はい。ねえ、買ってから、はい、君はさ、一人さ、赤いのかい。はい。ああ、そして5人の中で君一人赤いのつけて、タイトルは、はい、ウォーリーを探すだろ。面白くないよ。下々だからウォーリーいっぱいいるぜ。めっちゃ久しぶりに聞きます。お、そうか、ウォーリーいっぱいいる。辛いな。ウォーリーも時代遅れか。はい。そうか、今は何か。モーリーモーリーが。そうか、モーリーを探せなわけ。アンパンマン。今あれかな、何、女の子は何だった。先週さ、僕、コンボアトムズという話したんだけど、何だった。あ、プリキュア。プリキュア、俊介、はい、好きだろプリキュア。あ、最近見てません。あ、そうか。俊介、はい、僕思うけどさ、君人生一歩間違えたらオタクになると思う。そのなんか、あの、なんていうの、要素持ってると思うけど、自分ではどうか。大丈夫。大丈夫です。野球一筋。はい、はい、で、プリキュアの前は何だった。セーラームーンだったなのかな、分からん。男の子は何か、なんとかレンジャー。仮面ライダー。仮面ライダーいきなり戻るね。そうか、仮面ライダーだけど、どんどん新しいのが出てるんでしょ。仮面ライダービルドです。ビルド、ビルド、はい、すごいな。で、あ、ウルトラマンもある、新しいの。面白いやし。なんとかカードって集めてるの。いいえ、知らない。カードゲームしない。だなったらファミコンは。ファミコンは家に。野球一筋。いえ。何、携帯です。携帯触ってる。はい。いや、時代変わった。電話料は誰が払うの。親です。iPod っていう、ちょっとお金はいらない。なんていうの、Wi-Fi だけで。お願いだからさ、何、iPod で、何、Y 何、Wi-Fi。おい、で、知ってるのあなた方。ピザみたいになってる。このピザ。ピザじゃないだろ。ああ。iPod とか、何だった ?Wi-Fi とか。うちは。使ってるの。はい、はい、なんかこれは何、電気料とかかからんわけ。一応かかります。通話料かからんわけ。かかりません。かかりません。 LINE、 またわけのわからんことばかりです。今の小学生ってみんなこんなのやってるの。大人でもやってますよ。
大人は俺わからないから聞いてんだよ。じゃあ俺は大人じゃないわけだな。何年ピコピコって。ピコ太郎。ピコピコはゲームのピコ太郎。通じた。僕は恥ずかしいけどさ、最近まで、はい、本当に最近まで2週間ぐらい前までピコ太郎とあのなんとか大魔王、小坂大魔王別人だと思ってた。本当にで別人だと思って、この2人あのなんてなんとか大魔王がプロデュースしてピコ太郎が出てきたとかいう話だろ、はい、だったらなんで一緒に出てこないのかなって言ったから、はい、長男にしてたか笑われた。悲しいな、うん、そういうもんなんですよ人生は、はい、あなた方もこの何ていうのわけのわからん話出てきても泣くなよ、はい、強く生きていけよ、はいはい、どんどん置いてかれていくからね、置いてかれ、はい、置いていかれるからね、はい、はい、さて広川キャプテン、はい、はい、郵便局じゃなくて防犯協会大会優勝してから次はブロック大会、抽選会いつか、多分30日くらいに、うん、29日くらいに大会だったと思う、1週間前くらいだった。ああ、そうか、楽しみだな、はい、もうみんなが浜川キッズ目標にしてくるはずだからな、はい、ゆうとくん、はい、俺に任せとけって、俺がその気になって投げればお前らなんかみんな三振だって思ってる、一回正解、いや、いや思わんと、マウンドで思ってからビシビシ投げんと、いかん、えいりぃ直そうとして壊すな、なあ直そうとしたんだよな今な、いいやつだなえいりぃと思ったのに、いいよえいりぃ、まあ、人生こんなこともあるさ、へこんだ、良かれと思ってやったけど帰ってまずかったということもあるけど、へこたれずに頑張れよ、はい、はい、じゃあエイリ君、はい、試合の時に弁当誰が作ってくれますか、お母さんです、何が一番おいしい、米です、たくさんの人にさ弁当何が一番おいしいって聞いたけどさ、米ですって言った子はまあ初めてですね。これはあれですか、生の米ですか、炊いた米ですか、炊いた白米です、炊いた白米、そこまで言おう、おかずで好きなのは、唐揚げです、待って、お前君ね、せっかく米って言ってここまで来たんだからさ、おかずで好きなのはチャーハンって言ってほしかったな、はい、なあ、おかずチャーハンで白米を食べるのが好きなんですよ僕はって、うん、勉強しときよ、はい、はい、でその米を作ってくれるのは、炊いてくれるのは誰、お母さんです、はい、お母さんにありがとうって言った、ありがとう、また面白くないでしょうね、なんかもう少し話膨らませてくれんか、はいどうぞ、言うことがありません、いつも言ってる、お母さんにありがとうって、あんまり言ってない、いやーこれは絶対嫌、はい、そうしないとこの週末から弁当作ってもらえんよ、お母さん300円渡されてからパン買ってくれて、ラジオ聞いてるさ、はい、うん、大丈夫か、はい、はい、じゃあお母さん、じゃあ僕が言う通りに言いなさいよ、お母さんいつもおいしい弁当ありがとうございます、お母さんいつもおいしい弁当ありがとうございます、これからもどうぞよろしくお願いします、これからもどうぞよろしくお願いします、たまにはステーキお願いします、たまにはステーキお願いします、よし、OK、はい、じゃあもう一回、今度は自分一人で、おいしいお米炊いてください、OK、 わかりました、はい、じゃあお母さんぜひ清高くんの、あ違う、エイリーの願いを叶えてください、では清高くん、はい、はい、髪伸びたらどこに行く、うーん、散歩、デート、散髪、髪切るところです、髪切るところね、スーパーかどこ、美容室美容室は床屋さん、床屋さん、
チームでバリカンがあってそれで切るとかじゃないの？ありません。浜川キッズは、はい、そうか。じゃあそろそろダンパチャ行けよ、はい、そろそろダンパチャ行けよ。はいはい、はい、リクくん、はい、はい、大会の時の送迎はいつも誰がやるの？久保です。面白くない。車、車ですって。そうだよね、清田かな。ここの返事はな、送迎は車です。じゃあ運転するのはって俺が聞くわけさ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。待て待て、その前のお前さ、小学校6年生いくら怪我したとはいえさ、この小指立ててマイクに切るのやめてくれ。じゃあ右にしましょう。あ、手汗かいてる。なんかだ、マイクは小指立てて右。いつもこんなんだろ。あ、学校だ。あの黒板に何か書くときもいつも小指立てて書いてないか。ああ、そうか、かもしれない。かもしれない。そうか。で、じゃあ送迎してくれる父母に感謝をお伝えください。どうぞ。いつも送迎してくれてありがとうございます、はい、これからもお願いします。はい、わかりました。俊介くん、はい、はい、今日の給食何だった？今日の給食は、うん、牛乳、麦ご飯、チキンカレー、うん、あ、パイナップル、かっこ缶詰、かっこ年です。なんだ？缶詰？はい。一人ずつ缶詰があるな。パイナップルに缶詰の輪っかのあれが出てきました。あと、小魚。イメージできる。あ、小魚。煮干し、あ、そう。それから一人ずつ缶詰があるわけ？いや、同じ大きさくらいにして、うん、全部食べたか？はい、うん、全部食べましたか？はい、はい、おかわりした？いえ。牛乳は飲んでる？いつも。はい。お家でも飲んでる？いえ。飲みなさい。もっと大きくなるよ。はい。この中で一番身長高いのはエイディか？はい。身長何ぼですか？163.1cm あります。おー、すごい。もっと大きくなるように牛乳飲んでる？いえ、はい、背伸び、背伸びを。寝まよ、はい、寝まよ。一番体重重たいの君か？はい、はい、OK。 あの、給食のメニューで一番好きなのは何？牛乳とラーメンとそばです、うん、麺類が好きなの？カレーもです。カレーもですか、わかりました。健吾くん、背伸びく飲んでる、はい、はい、あなたは好きなメニューは？カレーです。カレー、オッケー。聖夜くん、はい、好きなプロ野球選手は？カレーです。カレーです。とってもね、あの、面白い答えだったけどさ、間が空いたらダメよ、うん、パッて言わんといいか、はい、はい、もう一回言うよ、うん、好きな歌手は？カレーです。ー、まだ空いたな。もっと練習しとけよ。はい、じゃあ、ひろかくん、はい、監督に感謝をお伝えください。どうぞ。いつも練習を教えてくださりありがとうございます。これからもプロ野球選手を目指していくので、いろんなことを教えてください。はい、わかりました。県大会行ったことある？浜川キッズ中学年なら。ソフトボール、違う、あれ、あれで行ったんじゃん。じゃあぜひ今度のブロック大会は優勝してよ。はい、頑張れよ。はい、はい、じゃあ今日は本当に浜川キッズの皆さんありがとうございました。もう帰りの車で眠ってもいいからね。はい、はい、はい、ヒッティングチャンス。この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、エナジックグループ、京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事チムワザグループ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、沖縄タイムス、沖縄市北谷町販売展開、以上各社の提供でお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。